アールブリットコレクションは、アールブリットの概念を提唱した、フランスの画家ジャン・デュ・ビュッフェが収集したコレクションをもとに、発足したスイスのローザンヌにあるアウトサイダーアートの美術館。1923年、ジャン・デュ・ビュッフェは、兵役中に、気象関係の部署に配属された際、ある女性から送られてくる雲の中に浮かぶ幻影の、克名な記録を見て、 精神病の患者の視覚表現に興味を抱くようになった。またジャンデュービュッフェは、ドイツ人の精神科医である、ハンス・プリンツ・ホルンが1922年に出版した、精神病患者が作った絵画などの作品の中で、際立った芸術的表現を見せた作品を収集して、まとめた、精神病者の芸術性という本を読み、強い感動を覚えた。 40歳を過ぎてから、ジャン・デュー・ビュッフェは、本格的に画家として生きていく決意を固めた。ジャン・デュー・ビュッフェはかねてから強い関心を抱いていた、精神病患者の作品など、正当とされる、芸術表現を逸脱した作家の芸術作品を、もっと見たいと考え、1945年、スイスそしてフランス各地の精神病院、監獄などを訪れ、アウトサイダーアートの収集を開始した。 これが現在の r v ュットコレクションの源流である。1947年にはパリ中心部にある画廊の地下室で収集したアウトサイダーアートの展示が始まった。ジャン・デュー・ビュッフェはその後も各地でアウトサイダーアートを収集し、コレクションを充実させていった。1948年にはジャン・デュー・ビュッフェはシュルレアリストのアンドレブルトンらと共に、 アール・ブリット協会を設立し、1949年には展覧会が行われ、注目を集める。しかし、資金不足とアール・ブリット協会内での会員同士の対立などのため、アール・ブリット協会の活動は低迷し、1951年には解散する。この背景には、両者の思想の対立があった。デュビュッフェは、作品そのものに価値があるとみなし、 愛したのだが、一方、ブルトンたちシュルレアリストには、アウトサイダーアートを制作する人の狂気への興味が優先し、それがいかに自分たちの作品と近いかを参照する手段としてアウトサイダーアートはあったわけである。1951年、ジャンデュ・ビュッフェの収集したコレクションは、戦後に知り合った友人の画家、アルフォンソ・オソーリオの勧めにより、 ニューヨーク近郊のイーストハンプトンのオスソーリオの邸宅で保管されることになった。この頃、ジャンデュービュッフェは自らの創作活動に力を注ぎ、アウトサイダーアートの収集にはほとんど取り組まなかった。また、オスソーリオに対し、アメリカ合衆国のアウトサイダーアートの発掘の促しに、オスソーリオは応じず、コレクションは増えなかった。だが、この寄贈がアメリカ、中でも、 シカゴイマジストにアウトサイダーアートへの関心を持たせることとなった。1950年代末からデュビュッフェは活動を再開し、1962年にコレクションをイーストハンプトンからパリへと戻すと、アール・ブリット協会も復活させた。この際、オッソーリオにジャンヌ・トリピエやオーギュスト・フォレスティエなど10点を分け与えているが、これらの作品は今、やはり、 アール・ブリュットを専門とするアブクド教会にわたっている。1964年からはアール・ブリュット協会の教会誌の発行を開始し、そして1967年にはパリ装飾美術館でジャン・デュ・ビュッフェが収集したコレクションの大規模な展覧会が行われた。自らが収集したコレクションの公的な扱いを希望したジャン・デュ・ビュッフェであったが、フランス国内での寄贈は、 拒否されてしまい、かねてから関係が深かったスイスで受け入れ先を探した。結果、1971年、コレクションの受け入れを表明した、スイスのローザンヌ氏に寄贈する決意をした。ローザンヌ氏は、18世紀に建てられた貴族の館である、防流館を改装し、ジャンデュビュッフェのコレクションを展示することとした。1975年に、ジャンデュビュッフェのコレクションは、 ローザンヌに移送され、翌1976年2月26日、アール・ブリュットコレクションは開館した。ローザンヌにコレクションが移転された段階で、これ以上アウトサイダーアートのコレクションを増やすことについて慎重意見が出された。これは抗精神薬の発達や作業療法の発展によって精神病患者の作品の独自性が薄れてきた。 ことなどを懸念する声が出たためであるが、ジャン・デュ・ビュッフェは収集を継続することを決断した。その後も、世界各地から優れたアウトサイダーアートの作家が発掘されており、アール・ブリット・コレクションの収集作品も増え続けている。アール・ブリット・コレクションは、全世界からアウトサイダーアートの作品を収集、展示しており、文字通り、アウトサイダーアートの美術館として機能しているが、 その名称に美術館という言葉は用いられていない。これはこれまでの美術や文化の伝統的価値観を否定したジャンデュ・ビューフェが美術館という言葉を嫌い、コレクションを用いることにしたことによる。アールグリッドコレクションでは文化的な伝統や社会的規範などにとらわれずに作られたアウトサイダーアートの作品を世界各地から収集し展示している。その作者は 囚人、精神描写、何らかの理由で社会から見放された孤独な人々などであり、それゆえ芸術的伝統にとらわれない独自の表現方法を用い、時にはこれまで芸術では利用されなかった材料を用いたり、使用されたことのない技法が用いられている。アールブリットコレクションが収集したアウトサイダーアート作品は約三万点に及び、うち七百点が、 常設展示されている。アールブルットコレクションの展示室の内装は基本的に黒色で統一されていて照明も薄暗く、また窓がほとんどない。これはアウトサイダーアート作品の多くは傷みやすいため薄暗い照明が適していることと世間から閉じられた孤独な環境の中で独自に生み出されてきたアウトサイダーアート作品を展示するためには このような展示環境が良いと考えられたことによる。また、アール・ブリット・コレクションでは、アウトサイダーアートの調査研究、そして収集を盛んに続けている。それらの成果は1964年に創刊された、アール・ブリット協会誌の流れを組む研究誌、アール・ブリットで紹介するとともに、著名なアウトサイダーアートの作家を紹介する単行本や DVD などを発行している。 常設展示のほか、随時特別展が行われており、2007年には、ロシアのアウトサイダーアーティストである、アレクサンドル・ロバノフの特別展、そして2008年2月から2009年1月までの予定で、日本のアウトサイダーアートの特別展が行われている。ありがとうございます。